はい、皆さんこんにちは。今日は、中学、高校留学をしたいと思った時にどのようなステップを踏んで留学を実現させたらいいかについて、2部構成でお話ししたいと思います。まずこのビデオではエージェントを通すべきか通さないで自分でアプライするべきか、エージェントを通すメリット、デメリットや自分で相手の高校、留学先の学校と連絡取るメリット、デメリットについてお話しします。で、第2のステップが、エージェントなしの場合、自分でアプライする、自分で学校と連絡を取るというふうに決めた場合、どのような手順で応募すればいいのかということについてお話しします。私は高校でニュージーランドに留学していて、私の弟は中学3年から高校の間で、ニュージーランドに留学してるんですけど、私はエージェントを通していきました。で、次の私の弟はエージェントを通さないでいきました。なのでこの辺の違いについてお話しできたらなと思っています。では、まず留学エージェント、留学斡旋会社を通す時の、メリット、デメリットからお話します。メリットは今回は3つ、デメリットを4つ挙げたいと思います。まず1つ目は安心でミスが少ないので、手続きに安心感が得られるということですね。もちろんエージェントさんはこれまでの経験がありますので、学校さんとのやり取りとかビザのやり取りを結構熟知してるわけです。なので言われた書類をこう提出して、こうプロセージュア、手続きに乗っ取っていけば、必ず留学にたどり着くことができます。2つ目は手軽さです。やはりお金を出してお願いしているので、留学にかかる手間が圧倒的に減ります。例えばフライトもやってくださいますし、ビザ申請もやってくださいますし、留学先の学校との取引、あと本来ならば中高からの推薦書が必要な大学、留学先が多いんですけど、それも多分エージェントさんが推薦するという形で省けたりします。なので圧倒的に自分がやらなきゃいけないことが減ります。留学準備だとか買い物だとか、パスポートの申請などは本人しかできない、あと残高証明とかは自分でしかできないんですけど、他は基本的にエージェントさんがやってくださるので何もしなくて大丈夫です。3つ目は、いざという時の対応ですね。例えばこれは手続きの話ではなくて、現地に行った時の身の危険、安全性とか空港での乗り換えの安全とかです。エージェントさんによるとサービスにもよるんですけど、空港での乗り換えにこう現地の駐在スタッフが立ち会ってくれますっていう場合ですとか、月に1回で現地スタッフがこうミーティングしますとか、そういったサービスがついているので、まあ、値段は高くなるんですけど、留学される方のサービス、サポートがすごいついているので、何かあった時、何か病気になった時など、緊急の対応も安心して任せられます。これは自分でやると得られないものです。はい、次にデメリットに行きますね。で、デメリットは、やっぱり高いってことですかね。もう一番これに尽きると思います。サービスが充実してくださって、やってくださる分、最低でも、私が知る限りそんな多くないんですけど、は35万が最低で、私が使ったエージェントさんとかも100万近くプラスで取ってるので、もともと留学がまあ200万、300万はかかるのに、プラスでってなるとちょっと高いかなという気がします。これ意外に知らないんですけど、留学のエージェントさんを通すと学校が限られてしまいます。意外に海外の中学高校は外国の生徒さんを受け入れるシステムができているので、この町が良い、教学が良い、寮が良いみたいな条件を満たす学校に出会えるかはエージェントさんに言います。このエージェントさんがいいけど、このエージェントさんにはこの学校の斡旋がないとか、そういうことがあるので、そこのフレキシブル、自由度はかなり下がります。3つ目、デメリットをお話しすると、まあ、これは何て言うんでしょうね、たまになんですけど、まあ、余分な、自分にとっては必要のないサービスが勝手にくっついてしまっている場合が多くて、まあ、英語には自信があるから事前の英語研修はいらないよとか、あと現地での、月の1回のミーティングなんですけど、私の場合は結構それが逆に時間の無駄になってしまった部分もあったと思っていて、日本語なるべく喋りたくないと思ったし、それだったら友達と遊んだ方が英語の上達にも文化に慣れ親しむにも良いのに、こう変に
気にかけてもらっちゃうので、すごいありがたかったんですけど、なくてもよかったなっていうサービスは勝手にもうセットで含まれていました。で、4つ目なんですけど、4つ目はエージェントさんの会社に行く手間がかかるっていう、まあこれはあんまり大したことじゃないんですけど、まあ自分でやると基本的にどっかに行くことは避けられるので、自分のパソコンでやればいいので、あのオフィスにわざわざ行く必要がないですね。なので行く手間がかかるというのは少しデメリットかなと思います。